こんにちは、兄です。今日は2017年3月29日なんですけども、今日現在まで発売されたり配られたりしたフュージョンカードすべて集まったので、今日はね、カードを見ていきたいと思います。抜けはないと思うんですけど、もし抜けがあったら、教えていただけるとありがたいです。で、ファイル3冊分なので、結構な量なので、ちょっと長くなると思うんですけども、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。では行きましょう。1冊目のファイルはおもちゃ付属のカードとプロモーションカードが入っています。開けていくと、一番最初はねオーブリング付属のカードからスタートなんですけども、おもちゃ付属のカードはですね、ここの部分のねナンバーリングが T でスタートしているものがおもちゃ付属です。で、1番ウルトラマン、2番ティガ、3番タロウ、4番メビウス、ここまでがオーブリングです。そして5番のティガスカイタイプ、これが腰につけるねカードホルダー付属のカードですね。で、この後の怪獣カードは即尾付属のもので、6番マガバッサ、7番マガグランドキング、8番マガジャッパ、そして9番マガパンドン、10番メフィラス星人、11番ホウ、12番グビラ、13番ケルビム、14番ババルー星人、15番ジャグラスジャグラー。ここで一旦即尾は一区切りで、次フュージョンカードのセットですね、6枚セットで、売られてましたね。16番光、17番銀河、18番ビクトリー、19番 X、 20番ゴモラ、21番ボルザ、ここまでが1セットです。そして次が22番マガオロチで、これは即尾付属のカードですね。はい、で、次がこれはハリケーンスラッシュのカードセットですね。23番ジャック、24番ダイナ、25番コスモス、26番ゼロ、27番レッドキング、28番エレキング、ここでおしまいです。次がサンダーブレスターのカードセットですね。29番ゾフィー、30番レオ、31番マックス、32番ベリアル、そして33番ブラックキング、34番ベムスターですね。ここで1セットになります。で、次のセットがレジェンドセットみたいなやつだったかな、35番セブン、36番エース、37番ガイア V2、38番アグル、39番ゼットン、40番パンドン、あ、ゼッパンドンが作れるカードセットですね。そして次41番ギャラクトロン、これは即尾付属です。で、次の42番ゼッパンドンも即尾付属ですね。で、43番オーブオリジン、これはオーブカリバー付属の、カードで、44番マガタノロチ、これは即尾です。ここからまた即尾が続きますね。45番ベムラ強化、46番レンキグレンキ、47番ハイパーゼットンデスサイス、48番メトロン星人ラウンドランチャー、49番サデス、これは劇場版に登場するキャラクターの即尾ですね。で、50番デアボリックで、51番のノーバ、ここからはですねプレミアムバンダイで発売されたダークリング付属のカードです。52番アントラー、53番メルバ、54番ブルトン、55番マガタノゾーア、ここで、ダークリング終了です。そして、56番ウルティメイトゼロ、ここから、最近発売されたカードセットですね。57番ジャスティスのクラッシャーモード、58番ティガパワータイプ、59番ダイナストロングタイプ、60番カイザーベリアル、61番ダークロプスゼロ、ここで、終了でございます。だからおもちゃはね付属のような形で販売されたものとか、あとカードセットとか全部で61枚あるということですね。そして次はこれです。マガゼットンのカードですね。これはこの部分ね S って書いてあるんですけども、スペシャルカードっていう意味でいいのかな。ウルフェスとウルトラマンショップで限定発売されたクリアのねマガゼットンの即尾に付属していたカードです。これはちょっとね手に入れづらいカードですね。
で、次がプロモーションカードなんですけども、プロモーションカードは2種類あって、オーブクリスタルが入っているものと入っていないものとで、ちょっと区別されております。で、入っているものは、ここのね、番号の部分が P でスタートして、入っていないものは PC になっております。まあ、裏面見ればね、一目瞭然で、入っているものはね、ここにこうやって書いてあるんですけども、入ってないものはね、何も書いていないようなね、こういった感じなカードですね。はい。で、P の1番ですね、これはクリスタルが入っているもので、オーブリングを購入した時に最初にね一緒にもらったカードですね。で次が、2番ティガのカードで、これはフュージョンファイトが始まった時に配られたカードです。そして、3番と4番 X とコスモスはこのカードバインダーを購入した時にこれに一緒に付属していたカードですね。カードを統括している部署がそのおもちゃとは違う部署なので、これはねそちら側での、扱いになるので、プロモーションの方にね入ってるみたいな感じです。そして次が、P の5番のウルトラマン、これはアパレルですね、 T シャツとかタオルに付属していたカード。そして6番がテレビくんの付録についていたウルトラマンゼロ。そして7番の X、 8番の銀河、これがウルフェスで配られたカードですね。前半と後半でカードの、ね、種類が変わったような感じだったと思います。そして次がよいしょ、P の9番ですね、ウルトラマンゼロ&ウルトラマンオーブ。このカードは、ゼロザクロニクルがね始まる時におもちゃソフビを買ったりするとくれるみたいな、そんな感じでね配られたカードです。はい、ここで、オーブクリスタルが入ってるプロモーションカードは終了で、この後は、オーブクリスタルが入っていない、プロモーションカードですね。1番 PC の1番、スペシウムゼペリオン、2番がガイア V2、 3番ビクトリー、ここまでが雑誌の付録でついていたものです。で次の4番からはここにね丸大食品って書いているんですけども、ソーセージに入っていたカードですね、スペシウムゼペリオン、5番がジャック、6番コスモス、7番ゼロ、8番 X、 9番マガバッサー、10番マガグランドキング、11番バルタン星人。ここで、ソーセージ終了で、次の、12番スペシウムゼペリオン、これが CD に付属していたカードです。そして次の13番の、スペシウムゼペリオン、これはウルトラマンショップで1000円以上だったかな、買うともらえるみたいなね、そんなカードでしたね。で次の14番、ウルトラマンフォトンビクトリウム、これも、ショップ限定カードなんですけども、ある期間ね、の間でそのショップで1000円以上だったかな、お買い物するとくれるみたいな、そんな感じなカードですね。でこれがエリアによって配られるものがね、その、ローテーションで変わっていくみたいな感じで、僕の住んでるエリアは最初にライトニングアタッカーだったかな、ライトニングアタッカー、フォトンビクトリウム、レオゼロナックルみたいな感じで配られたと思うんですけども、これはもう場所によってね順番が変わっていくみたいな感じですね。で、14番がフォトンビクトリウム、15番がライトニングアタッカー、16番レオゼロナックルでございます。そして次が、17番ウルトラマンオーブ、オーブトリニティで、これはね映画を見に行くと配られるものですね。これは映画見に行ったんですけども、結局もう配り終わっちゃっていて、オークションで購入しました。すごい無駄なことしちゃってるんですけども、でもね今回映画すごい大盛況だったみたいで、早々にねカードもなくなったようで、これは嬉しいことですよね。はい、ここでプロモーションカードはおしまいで、次はウェハースですね、お菓子に付属していたカードです。ウェハースはここに W って書いてありますね。第2弾来てほしいんですけどね、第2弾特にアナウンスないまま来ております。で1番からスタートで、1番がスペシウムゼペリオン、2番がティガのスカイタイプ、3番がマックス、4番がジャック、5番がゼロ、6番が銀河、7番が X、 8番がバルタン星人、9番がレッドキング、10番がゴモラ、11番ゼットン、12番ダークザギ。これでおしまいですね。はい、
1個目のファイル終了です。いやこれあと2冊あるからね、ちょっと頑張っていきましょう。2冊目のファイルはフュージョンファイトの第1弾から第3までが入っております。ではいきます。あとまあここのナンバリングは1のでスタートしているのは第1弾、第2弾は2、第3弾は3という感じで、あのねここに書いてある数字を見れば第何弾なのかが分かるようになっております。では、一番最初ね、ウルトラオーブレアオーブレアからいきます。1番ウルトラマン、2番ジャック、3番タロウ、4番ティガ、この辺はウルトラオーブレアですね。そして、こっからオーブレアかな、5番のティガスカイタイプ、6番ガイア V2、 7番コスモス、8番マックス、そして、9番メビウス、10番ゼロ、この2つはウルトラオブレアですね。そして、11番銀河、12番ビクトリー、13番 X、 14番マガバッサー、15番マガグランドキング、16番アントラー、17番ゴモラ、18番メフィラス星人、19番ゼットン、20番ゴルザ、ここで、ウルトラオブレアオブレアが終了ですね。はい、でこの後は第1弾のノーマルレアカードになります。21番スペシウムゼペリオン、22番バーンマイト、23番ハリケーンスラッシュ、24番ウルトラマン、25番ジャック、26番タロウ、27番ティガ、28番ティガスカイタイプ、29番ガイア V2、 30番コスモス、31番マックス、32番メビウス、ちょっとだんだん疲れますねこれね、33番ゼロ、34番銀河、35番ビクトリー、36番 X、 37番マガバッサ、38番マガグランドキング、39番バルタン星人、40番アントラ、41番ゴモラ、42番メフィラス星人、43番ゼットン、44番ベムスター、45番ナックル星人、46番バードン、47番ゴルザ、48番メルバ、49番キリエロイド、50番レイキュバス、51番デスフェイサー、52番眼球、53番スーパーコップ、54番ギギ、55番ダークザギ、56番ザムシャーで第1弾終了でございます。はい、そして次第2弾ですね。第2弾の、ウルトラオブレアオブレアなんですけども、1番ゾフィー、2番セブン、3番エース、4番レオ、この辺はウルトラオブレアですね。で5番ダイナ、6番ダイナミラクルタイプ、7番ベリアル、8番ウルトラマンと、ダイナのミラクルタイプはこれしかなかったと思うので、あの他でちょっと保管できなかったような記憶があります。次が、9番ウルトラマンジャック、10番ウルトラマンタロウ、11番ティガー、12番マックス、13番メビウス、14番ゼロ、15番マガゼットン、16番マガジャッパ、あのマガゼットンはね、そのソフビでゲットできなかった人はここで手に入りますね。そして、17番マガパンドン、18番マガオロチ、19番ジャグラスジャグラー、20番グビラということで、ここで、ウルトラオブレアオブレアが終了ですね。次が、ノーマルとレアカードで、21番サンダーブレスター、22番スカイダッシュマックス、23番フォトンビクトリウム、24番フルムーンザナディウム、この辺からフュージョンファイトのオリジナル形態のカードになってきたのかな。で25番ライトニングアタッカー、26番スペシウムゼペリオン、27番バーンマイト、28番ハリケーンスラッシュ、29番ゾフィー、30番セブン、31番エース、32番レオ、33番ダイナ、34番ダイナミラクルタイプ、35番ベリアル、36番ウルトラマン、37番がジャック、38番タロウ、39番ティガ、40番ティガスカイタイプ、41番ウルトラマンマック
クス、42番メビウス、43番ゼロ、44番マガゼットン、45番マガチャッパ、46番マガパンドン、47番マガオロキ、48番ジャグラスジャグラー、49番グビラ、50番キングジョー、51番ブラックキング、52番ベロクロン、53番テンペラー星人、54番マグマ星人、55番ダークバルタン、56番インペライザーで第2弾終了です。はい、次第3弾です。はい、第3弾の、ウルトラオブレアオブレアは、1番オーブオリジン、2番アグル V2、 3番ネクサス、4番光、これオーブレアですね。あ、オーブレアじゃない、ウルトラオーブレアですね。ここまでで、ここからオーブレアかな。ゾフィー、6番ウルトラマン、7番ジャック、8番タロウ、9番レオ、10番ガイア、11番ダイナ、12番メビウス、13番ゼロ、14番ベリアル。ベリアルがウルトラオールレアだったかな。あ、ちょっとだいぶ忘れてきちゃってるな。いや違う、ベリアルはオーブレアだ。で、15番がハイパーゼットンデッサイス、16番ギャラクトロン、17番ゼッパンドン、あ、これがウルトラオブレアか。で、18番ベムラー強化、19番レンキグレンキで、20番マガタノロチで、これがウルトラオブレアですね。はい、で、この後がノーマルとレアのカードで、サンダーミラクル21番、22番スラッガーエース、23番ゼペリオンソルジェント、24番レオゼロナックル、25番がスペシウムゼペリオン、26番バンマイト、27番ハリケーンスラッシュ、28番サンダーブレスター、29番オーブオリジン、30番アグル V2、31番ネクサスジュネッス、32番ヒカリ、33番ゾフィー、34番ウルトラマン、35番ジャック、36番タロウ、37番レオ、38番ティガ、39番ダイナ、40番メビウス、41番ゼロ、42番ベリアル、43番ハイパーゼットンデッサイス、44番ギャラクトロン、45番ゼッパンドン、46番ベムラー強化、47番レンキグレンキ、48番メトロン星人ラウンドランチャー、49番マガタノオロチ、50番レッドキング、51番エレキング、52番パンドン、53番ババル星人、54番ノーバ、55番ホー、56番ケルビムで、これで第3弾終了です。そしてつなぎ絵とかがあったので、なんかね、こうやって作ってみたみたいな、そんな感じですね。他にもあるんですけども、まあこの時だけなんとなくね、ファイリングしたみたいな、そんな感じですね。はい、あ、これもか、こんな感じですね。はい、これで2冊目のファイル終了です。3冊目のファイルいきましょう。これはフュージョンファイトの第4弾と第5弾が入っております。開けていくと、第4弾のスタートはオリジンザファーストですね。アマゾンプライムでちょうど始まった時に合わせて登場したのかな、1月でしたよね。で、1番オリジンザファースト、2番ティガパワータイプ、3番がダイナミラクル、違う、ダイナストロングタイプ、4番ガイア V2、 ここまでウルトラオブレアです。で、5番がコスモス、6番セブン、7番エース、8番ネクサスジュネッス、9番がゼロ、10番がジャグラスジャグラーアーリースタイル、これがウルトラオブレアですね。で、11番バルタン星人、12番バキシム、13番がバードン、14番水の絵の竜、
15番が EX レッドキングで、ここからですねサポートレアっていうね新しいカードになります。でこれはねオーブクリスタル入ってないんですよね。で16番がウルトラマン、17番ゾフィー、18番ティガ、19番ダイナ、20番マックスとなります。はい、でこの後が、ノーマルとレアなんですけども、21番ナイトリキデーター、22番が、スペシウムシュトローム、23番がサンダーミラクル、24番スラッガーエース、25番がレオゼロナックル、26番ゼペリオンソルジェント、27番スカイダッシュマックス、28番フォトンビクトリウム、29番、フルムーンザナディウム、30番ライトニングアタッカー、31番オリジンザファースト、32番ティガパワータイプ、33番ダイナストロングタイプ、34番ガイア V2、 35番コスモス、36番ウルトラマン、37番ゾフィー、38番セブン、39番エース、40番ティガ、41番ダイナ、42番ジュネッス、ネクサスジュネッス、43番マックス、44番ゼロ、45番ジャグラスジャグラのアーリースタイル、46番バルタン星人、47番バキシム、48番水の絵の竜、49番 EX レッドキング、50番アントラ、51番レッドキング、52番ゴモラ、53番ベムスター、54番ブラックキング、55番バードン、56番ゴルザ、ここで第4弾終了でございます。はい、そして最後の弾ですね。先日3月の中旬ぐらいからね稼働している第5弾のカードがこちらです。はい、今回はですねトリニティカードっていうね、トリニティレアっていう新しいジャンルのものが出たんですけども、まあね映画に合わせてみたいな感じでしょうかね。で1番ウルティメイトゼロ、2番が、トリニティレアでウルトラマン銀河、3番もトリニティレアでビクトリー、4番、トリニティレアで X ですね、まあ、この3人でフュージョンアップできるっていうことですね。そして、5番がオーブオリジン、6番がアグル V2、7番がメビウス、8番が、ベリアル、9番がデアボリックですね。これは劇場版に登場するキャラクターでウルトラオブレアですね。そして10番のカイザーベリアル、これもウルトラオブレアになっております。そして11番サデス、12番テンペラー星人、13番スーパーヒッポリット星人、14番ダークザギ。今までねノーマルカードとかではいっぱいダークザギあったんですけども、ここでね初めてオーブクリスタル入ったものが、登場しました。そして、15番ダークロプスゼロで、この後はサポートレアですね、セブンが16番、17番がエース、ちょっとピント合ってね、17番エース、18番タロウ、19番ガイア V2、20番ネクサスジュネスです。はい、そして5段のレアカードノーマルカードいきましょう。21番エメリウムスラッガー、22番パワーストロング、23番ナイトリキデーター、24番スペシウムシュトローム、25番がスペシウムゼペリオン、26番バーンマイト、27番ハリケーンスラッシュ、28番サンダーブレスター、29番ウルティメイトゼロ、30番銀河、31番ビクトリー、32番 X、 これ続き絵っぽいですね。そして33番オーブオリジン、34番オリジンザファースト、35番セブン、36番エース、よいしょ、37番タロウ、38番ティガパワータイプ、39番ダイナストロングタイプ、40番ガイア V2、 41番アグル V2、 42番ネクサスジュネッス、43番メイビウス、44番ウルトラマンベリアル、45番が
サデス、46番デアボリック、47番スーパーヒッポリト星人、48番ダークザギ、49番ダークロプスゼロ、50番カイザーベリアル、51番ギャラクトロン、52番ブルトン、53番ゼットン、54番パンドン、55番テンペラー星人、56番ババルー星人でフィニッシュでございます。いやー、終わった。結構なね、数ありますね。フュージョンファイトだけで5段まであって、各ね段で56枚入れてるから、それだけで224枚あるってことで、まあ結構な数になりましたね。はい、皆様どれぐらいね集めてるんでしょうか。まあね、前回のっていうか X の時のサイバーカードに比べればそこまできついものがないのでね、頑張れているんですけども、まあ、このあとね、まだオーブの話は続いていくみたいですし、フュージョンカードはね、まだ発売されそうな感じがするので、この後も頑張ってね集めていきたいと思います。今日はね、長い時間ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。